中で愛知県では市議会議員14人がコンパニオン参加の宴会を強行していたことが分かりました。独自取材、驚きの言い訳です。レディーさん、お姉ちゃん、森山さん、支度早すぎよ。私進化して日の夜、愛知県西尾市の市議会議員が市内の旅行で宴会を行っていたことが判明。参加者は1袋150億ですよ。乳酸菌が容器だと113個分になっちゃう。
市内にある旅館の宴会場の費用については毎月積み立てた会費からということなんですが、あの自民党系 の、 あの市議会の最大会派が市議会の議長を含めた重要なということですね。で加えてやはり気になるのはこちら、女性のコンパニオン3人お願いしていたと。で、まあ、この方々はそのキラキラしたジャケットミニスカートという入れたちで、大体あの、まあ、現地の業者に問い合わせると料金相場は2時間1人1万5000円ぐらいだということがそうなんですけれども、まあ、この情報が必要ならどうかっていうですね、はい、この女性たちはそういうのが仕事だそういうことです、はい、まあ、要はこのご時世で14人ってあの立場でコンパニオンの方を呼ぶっていうなかなかチャレンジャーな方々だと思いましたよ、はい、なぜこれをやったのか次の画面、はい、参加した市議、忘年会ではなく本会議の反省会、毎年行う慣例行事だと、これ以上ないほどの感染対策を行っていたので大丈夫だと思った。でさ、毎年行う慣例行事をみんな今年は控えてんじゃないんですか、じゃないの。え、そうですね。で、その万全やったら横にアクリルまで行かんでもなんかビール的な壁がないとダメですよ。自分で自前で持っててアクリル板四方に囲むぐらいの感染対策だったらまだ分からないでもないけど、それでもダメだな14人じゃ、はい、今会場はソーシャルディスタンスという形だったそうです。1メートルの間隔、対面を避けて、この字型に着席をしていたということです。換気対策こちら、はい、襖を開けて換気を徹底していたと。で、まあ、あの組織委員に取材をすると寒さで上着が手放せないくらい換気をしていたんだと。そうですね、はい、食事の際は、はい、不可解推奨の食事法を実践して、会話の際はマスクを着用する、あのマスク会食をやったんです。ここ説明なんです。でコンパニオンは、お酒飲み大声で騒ぐなどの行為はありませんでしたと、まあ、におっしゃっていました。これまたこれがさ、なんかどっかから漏れてさ、実は違ったみたいになったらまた謝る場面になるよ。ねえ、小杉君どう？そうです。嫌いとしがたい状況だったんだ。こういう言葉があるんですが、ちょっと先ほどの VTR 違和感を持ってみた方もいらっしゃると思うんですけど、実はですね、会場となった旅館は宴会に参加していた石川市議が経営する旅館だったんです。出た。なので、私どもっていう言い方を石川市議が外見されていたと、こういうことなんですね。でこの石川市議はこの14人の市議が所属する会派の幹事長、まあ自説が不適切だったと反省していますと、まあ、このようにおっしゃっていますが、もうこういう人たちは本当逆に下手な言い訳しない方がいいんだけどね。だから先週の金属バット持ってても地方議員ちょっと違うけど、でも結局なんか地方政治がもうこうやって形骸化して、はいはい、あらゆるところでもう思考が停止しちゃってるっていうのはなんかもう典型例ですよね。いやもうさ、本当さ、もう申し訳ないけど、やっぱり市議レベルになるとさ、見られてる意識っていうのはないの？はい、あの、まあ、国政でもそういう方もいらっしゃいますけど、はい、より地方になると、自分たちは目立たない、こんな、いわゆる会見で謝罪するまで追い込まれると思っていないと思いますね。で、本件は、その特権意識と身内意識っていうのがあると思って、はい、特権意識は、国民市民には自制を促す、自粛する、我慢させる。でも、自分たちはもっと高度なことを言ってる。だから自分たちは許されるんだと。プラスチックのケースに入れて使っていましたが、東京駅の駅員に見抜かれたということです。男が勤務する国交省鉄道局は、鉄道会社の指導・監督などを担当しています。縦読み。さて、時刻は間もなく午後5時になります。今日の縦読みはソフトバンク新プランを発表というテーマです。1行目見ていきましょう。こちら、アハモに対抗 LINE とタッグということで、今日ソフトバンクは来年3月に新たに LINE モバイルを吸収合併してオンライン専用のブランドを立ち上げることを発表
データ利用量が 20GB、 月額2980円の新料金プランで、手続きはウェブや LINE 上で行うオンライン専用ということです。はい、その名もソフトバンクオンライン、仮の名称だということなんですけどもね、内容を見ていきますと、ライトプレタッグを組むことによって LINE はギガ数ノーカウントで使い放題に、な料金に関しても5分以内の国内通話は無料になるというわけなんです。でさらに今日の発表ではですね、ソフトバンクの大容量向けのプランとして、でこれまで 50GB の容量で 4G を7480円、そして 5G は8480円としていたんですけれども、これで来年3月には4G、5G 共通のプランとして6580円に値下げし、データ料金を直接変更するというプランが発表されました。1行目はアハモに対抗のアが入ります。では続いてこちら、1000円値下げドコモは、先週ですね、値下げを発表した NTT ドコモの新プランなんですが、データ利用量 20GB のオンライン専用のこのアハモ2980円、これ3月からスタートします。これはですね、今日発表したのソフトバンクの新プランと同じ金額ですね、はい、そして大容量プランについて、 5G の料金プランを来年4月1日から1000円値下げして、データでは2000円、そして 4G では7150円、マクドナルドで7150円に、値下げをしたというわけなんですけれども、 5G 一緒ですか、そうですね、値下げ幅でいうと 5G の方が、ちょっと大きくなったというわけなんですね。で、今日発表されたこれもですね、ソフトバンクの6180円と比べると、I'm feeling